皆さんこんにちは。スイス在住5人家族のママです。今までこのチャンネルではスイスと日本の食文化の違いなどをご紹介してきましたが、今回はスイスと日本の似ている料理をご紹介しながら家族みんなで食べ比べていきたいと思います。よければ最後まで楽しんでみてください。皆さんこんにちは。今日の料理はスイスのカツコルンブルー。このコルドンブルーというスイスの料理は伝統的には子牛の肉を使います。薄く叩き伸ばしたお肉にハムとスイスのチーズなどを包み、油で焼いたり揚げたりして作る日本でいうカツレツのようなものです。私たち夫婦は2人とももともとよく食べるんですけど、子供たちにも見事に遺伝してみんな本当によく食べます。サイドメニューはスイスであるあるのポテトです。今まで私のチャンネルではスイスと日本の食文化の違いを紹介してきたんですけど、今回はスイスと日本の似ている料理対決ということで、先行パパでお送りいたします。スイスのカツ用のパン粉は細かくて日本でいう串揚げ用に近い気がします。我が家では揚げ物料理はめったに作らないので、スイスのカツも子どもたちにとっては初めてです。ここにサラダなんかもつけてもいいんですけど、これだけで食べるのもスイスでは結構普通です。ダンケパピー。ダンケパピー。ワンフォーパピー。See all the cheese coming. Should all acquaintance be forgot? Looks good. I think it looks good. Let's try. Should all acquaintance be forgot?For old lang syne, my dear. For old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days. And which katsu is better? We have to try the other one, huh? Your chop tomorrow? Tomorrow.スイスのカツ、日本のカツもあるよ。ラピスタスピアナレエスティホツクシー。カツは何かわかる？メオメオ。カツだと思った？カツ。カツ。カツはこの中にお肉があって、このお外はこうやってサクサクしてるやつ。日本のやつも一回作ってみようか。どっちが美味しいか見てみる。日本のカツはご飯と一緒に食べるんで。
白ご飯。これはポメスと一緒だけど、どっちの方が好きかな。カツ、イエーイ。カツ。美味しいね。チーズが入ってるから美味しい。ハッピーピッチャーはカツ。In India zum Beispiel ist Schuhe ganz heilig. Der Dier wird auch für. Da kann ich sich das überhaupt nicht vorstellen, dass man eine Kuh essen kann. Und hier essen, du darfst doch Kuh, hm? Kuhfleisch. Hm? Und so wie mir findet Hund und Katz, das sind Haustiere. Wie das denn? ということで次は私の番なんですけど、今回はパパが大好きなカツ丼にしていこうと思います。普段揚げ物料理はほとんど作らないので、以前動画にしたことのある天ぷらの時同様自信はあまりないんですけど、日本食が恋しい家族のために頑張って作っていこうと思います。実は今まだ朝で、上の子たちを学校に送り出したところなんですけど、やっぱり子供たちに手がかかってしまって一気には作れないので、準備できる時に少しずつ準備していきます。私は韓国家庭で育っているので、お家では韓国料理が多くて、日本食は和食屋さんで食べることが多かったです。揚げ物は少し重いので副菜もちょっと準備していきます。スイスのキュウリは日本のキュウリの3倍ぐらいの大きさで、真ん中がすごく柔らかいです。この真ん中の部分は柔らかくて子供たちが好きなので、よく子供たちにあげています。
今日のご飯は日本のカツ。日本のカツ。自分で作る。ありがとうね。ひが探してくれてね。まず作ったのが、作ったからソースがない。いただきます。Missing this. Yeah. It's a long time ago that we ate this last time. Mm-hmm. Mm-hmm. I think it was even in Japan. No? I never made it at home. Why not? Happy. Yeah. Ureshi. Ureshi too. But the kodome was ureshi as well. No? Mm-hmm. ということで、スイスのカツも日本のカツも家族みんなで美味しくいただきました。どこの国の料理であっても、どんな食事であっても、家族みんなで食卓を囲むこの温かい時間を大切にしていきたいなと思います。もし今回の動画が少しでも良かったなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チュース。スイスのカツカツ、みなさんこんにちは。今日の料理はスイスのカツ